はい、どうもショッピンです。今日も動画をご覧いただきありがとうございます。今僕はここに来ております。はい、ここはどちらか分かりますでしょうか。王子という場所にある飛鳥山というところに来ています。はい、結構広めですね。はい、で今日はちょっとまあある程度やることは終わったので、ここに来てちょっとお散歩したいと思います。でお散歩しながらですね、ちょっと今日のお話をしていくんですけど、まあすごい人が現れましたよと。2017年の11月に、まあ僕がですね、まああるセミナーに参加をしまして、で、まあ怪しいセミナーじゃないんですけど、で、まあ参加をしまして、で、そこで、隣の席に座っていた女性がいるんですよ。で、その人が、まあ大日向マールさんっていう方なんですけども、何をやってる人かっていうと、小顔整体師、まあ、もし間違ったらちょっと申し訳ないんですけど、その人の、まあ、顔をですね、まあ、ちょんちょんちょんって触ると、その人の顔がですね、まあ、ちっちゃくなったりですとか、ヒップアップしたりですとか、まあ、そういったことをやられてるそうなんです。でしかもそのエビデンスがですねめちゃくちゃいっぱいあってですね、中にはタノシンゴさんの顔まで、ちっちゃくしてるっていうか、うわすごい人がいるなと思ってたんですよ。そんなことやってるんですか、すごいですねみたいな話をしていって、 Facebook でもつながり、まあ、ちょいちょいとこう連絡を取らせていただけるような仲になったんですけども、気づいたらマールさんもですね断捨離をされてました。はい、でしかもその断捨離のそのやり方がびっくりするんですけど、トラックをですねその2台、呼ん でそこにご実家のその家具であったりとかっていうものをもう詰めまくってですね、まあ、写真のようにですね断捨離をされたということなんです。マールさんすごい断捨離したなと思ったんですよ。でうわこんな断捨離する人いるんだと思って、まあ、僕自身ちょっとびっくりしてしまったわけなんですけど、僕が言いたいのはそのマールさんのような方もですね断捨離を始められてこう波が広がっているっていうのがものすごい嬉しいです。はい、もうこれも一重に見ていただけてる方のおかげでございます。はい、まあ、ちょっと僕の話にちょっとずれちゃったんですけど、僕はですねもうこんな感じで、身軽な人がどんどん増えて、で自分のやりたいことだけにこう集中できる人が増えて、で、もっと自分のやりたいことで結果が出る人が増えてくれれば、僕はですねこの YouTube を撮っていた甲斐があるなっていうか、まあそのためにこれからもですねこの YouTube 動画配信、頑張っていきます。で今回ですね紹介させていただいたマールさんの、Facebook ページの URL をですね概要欄に貼っておきますので、ぜひぜひチェックをお願いします。ということでこれからも身軽なライフスタイル&シェアは続いていきますので、よろしくお願いします。いやーマールさん本当すごいですね。もしですねこの動画がちょっとでも面白かったです、ためになりましたというのでしたら、ぜひグッドボタンとチャンネル登録ボタンをポチッと押していただければ大変嬉しく思います。ということで今回も動画をご覧いただきありがとうございました。